が体罰、橋本市長も大激怒しています。高校2年生男子自殺の問題です。部活の顧問から体罰を受け自殺した生徒が残した人数の遺書が見つかりました。体罰は未然に防げなかったのでしょうか。人数の遺書から何があったのかに迫ります。バスケットボール部員のアンケートなどやはり体罰があったと思われるような内容が分かってきています。続いてのニュースこちらです。安倍政権が大胆な提案をしました。自動車課税撤廃はさあ消費者の味方となるんでしょうか。昨日飛び出した車に関する2つの課税撤廃案、買う側には一見お得に見えますが識者の見解は少し違うようです。何センスだと、あ、かなり否定的なようですね、はい、さあ続いてはこちらです。山田洋次監督、最愛の家族は崩壊。山本慎也の人間一滴は監督人生50年の山田洋次さん、自らのご家族について初告白。家族の在り方に悩む全ての方に捧げます。そして週刊ブラッシュアップ水曜日、菅原さんです。どんな記事が届いていますか。はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、早くも今日の注目記事マルケツ決まってます。2020年東京オリンピック招致へなんと秘策があるというんですね。それがこちらです。じゃん、日仏同盟、日本とフランスに関係があるというんですね。詳しくはブラッシュアップでお伝えします。日仏同盟とオリンピックねえ、クーベルタンよくわかった後でお楽しみに。ではトップニュースです。教員による体罰があったことが判明しており、教育委員会といたしまして心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。大阪市の高校2年の男子生徒が去年の暮れ部活顧問の教師から体罰を受け、その翌日に自殺した問題。生徒が猛果てに書いた遺書にはなぜ自分だけが叱られるのかという内容が書かれていたという。さらに学校側が部員たちにアンケートを実施したところ、顧問による体罰が常態化していた可能性が浮かび上がった。最悪ですね、これはね、子供にも申し訳ないし親御さんにも申し訳ないですよ。これは完全に止めましたよ。生徒が自ら命を絶った大阪市立桜の宮高校。警察は顧問による暴行の疑いがあるとみて捜査する方針だ。今朝、桜の宮高校の生徒たちは始業式では、泣かないならだったことがあったんで、僕たちの気持ちが通してあまり耐えられないです。自分の近い未練のあったことなんで、そうすごく 怖いと、まあ、自分の身の感覚を持ってます。12月23日の早朝に生徒が自宅で服用を作っておりますのをお母様が発見されました。自殺した高校2年の男子生徒は自宅の自分の部屋で制服のネクタイで首を吊っているのを発見されたという。非常にね、真面目なお子さんでした。それから、まあ、成績も上位でしたし、部活のキャプテンもやっておりましたですね、まあ、非常に責任感の強い子であった。男子生徒が所属する桜の宮高校のバスケットボール部は過去5年で3回インターハイに出場、強豪校として知られている。男子生徒は去年9月からキャプテンを務めていた。しっかりしてましたよ。しっかりしてました。バスケでもしも中学生になりましたのでね、そうだと練習したりね、すごくいい学校やのにね、こんな事件起こってなんてね、面白かったからね。
の部屋からは5つの遺書が見つかった。伝えようと思いまして、岩手の岩手でやっております。でこれが普通です。そこから家族方の保証が作りました。家族に宛てた遺書には両親への感謝の気持ちが綴られていたという。長年バスケットボールをやらせてくれてありがとう。お世話になりました。収穫はできたので、ごめんなさい。自殺の数日前の中で渡されることがなかった顧問宛ての遺書、その内容とは。その手紙には、顧問教諭による厳しい指導や体罰があったこと、またキャプテンとしての責任にも苦しんでいた等の記載がございました。その遺書にはキャプテンとして思い悩むこんな気持ちも。他の部員は同じことをしても叱られないが、自分だけが叱られる。いわゆる、顔面を数回叩かれるという状況でございます。男性とは複数回にわたって体罰を受けていたといいます。そしてその行為は昨年の12月22日、自殺の前日にも行われていたということです。はい、試合をしていたようですけど、その試合中に、その頬を叩くというような行為があったと。試合中になぜ、なぜ指導、いろいろ試合ですので、ミスが続くというような中で、そのような行為があったようです。体罰と自殺の関係があるというか、因果関係についてはちょっと現時点で、断定的なことは申し上げられないのが実情でございます。学校側は自殺の4日後、バスケットボール部員50人にアンケート調査を行った。その回答から自殺前日の体罰は部員22人が目撃、それ以前の体罰も38人が目撃していることが分かった。また自分自身も顧問から体罰を受けたという部員が21人いた。生徒への体罰が常態化していた可能性が浮上したのだ。市の橋本市長は、僕が見る限りにおいてですね、今回の自殺の重大な要因にですね、その教師の体罰があったというふうに、これはもう評価をせざる、そのように認めざるを得ません。これはですね、いじめでの自殺が非常にひどかに思い、これはとんでもない事案です。捜査に発展したというのは警察の人から私に直接は聞いておりません。顔が腫れていたというのは、お母さんからお話しになりまして、それがどの程度でなったのかっていうのを、ちょっと私も お聞きして、ただ、やっぱりね、お母さんとお子さんと話をされて、そういうふうに言われるということで、確かにですね、それはちょっとやっぱりそういうことであったら、行き過ぎたら、こんにちは。大阪市の高校で男子バスケットボールの部員の生徒が自殺をしました。そして教師からの体罰が日常的に行われていたことが分かりました。男子生徒が残した2通の遺書から学校で一体何が起こっていたのかを考えます。スタジオには元高校教師で教育問題に詳しい宮本正治さんに
にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、長谷川さん、はい、この男子生徒なんですけども、一体どうですか、はい、そうですね、今回自殺しました高校2年生の生徒なんですが、このような人物です。大阪市立桜宮高校の2年生ですから17歳ですね。昨年の9月からバスケットボール部のキャプテンを務めていました。そしてこの高校なんですけれども、何度もインターハイに出場する強豪校なんですね。2008年、2010年には大阪部の予選会で優勝もしています。そうですね。でこの生徒の性格なんですが、本当に責任感が強くて真面目な生徒だったということなんですね。でこの生徒が自ら命を絶ったのは昨年の12月の23日になるんですけれども、家族へ遺書とそれから顧問に宛てた手紙、これというのは、事前に顧問に手紙を書いていたんですけれども、自分の気持ちを伝えたくて、でもそれを渡すことができなくて遺書と一緒に自宅に置かれていたということなんですが、実質で自殺をしました。で24日通夜が行われたんですけれども、この通夜に参列しました顧問に対しまして、お母さんが遺体を見てくださいと、頬が腫れていたということで、あと口も切れていたということなんですね。でそれを示した上で、これは体罰ではないですかというふうに顧問に問いただしました。そうしましたところ、顧問は体罰です、すみませんでしたというふうに認めたということなんですが、実は自殺の前日になります12月の21日なんですが、バスケット部の練習試合があったということなんですが、その時に顧問から数回顧問を叩かれていたことがあったということも明らかになっています。そしてこの家族に宛てられた遺書、これまた手紙の内容なんですが、それがこちらです。まずは家族に宛てた遺書なんですが、長年バスケットボールをやらせてくれてありがとう、お世話になりました、死ぬ覚悟ができたのでごめんなさいということなんですが、小学校時代からずっとバスケットボールを彼はやっていたということなんですよね。そして渡せなかった顧問に宛てた手紙なんですが、指導が厳しくてつらい、他の生徒は同じことをしても叱られないが、自分だけが叱られて戦いと、それからクラブのキャプテンとして続けるかどうか悩んでいるという内容が書かれていたということなんですが、昨日我々の取材でも、この生徒というのはその日起こった出来事を全部お母さんに話していたそうなんですが、やはりキャプテンになってからすごく悩んでいたということなんですよね。はい、本当さん、長谷川さんからもあったように、キャプテンになってから悩みが深まっていて、そして前日の体罰でこう気持ちが本当になんか決まってしまったのかなという感じがなんか伝わってくるんですよね。どう思われましたか、この手紙は。そもそも学校っていうところは子供を教え育てる場所であって、子供を死に追いやるような場所ではないわけです。で導き手であるその教師がその原因に加担してしまっているということはすごく残念で、悔やまれます。そもそもその体罰ということ自体が学校ではあってはならない話であって、例えば部活で劇を飛ばす仕置きがある、こういったことは例えばブレスだったりする週刊誌のブランド受診もあれば、そういうことあるとは思います。もうそれは生徒自らそこから自分から達成感を持たせてあげられるという教育的な活動だと思うんです。ところが体罰というのは強制的に肉体に苦痛を与えるだけなので、ともすれば障害と言ってもいいようなことだと思います。高校での捜査も始まるとですね、警察も、はい、捜査を始めるということですね。皆さん、これもやっぱりですね、これは同じのか分かりませんけれども、他の生徒は同じことをしても叱られない、自分だけ叱られたと。これも教育というのはちっぱ人からげで、A 君 B 君 C 君に同じ対応をして同じ教育する、同じ成長するってそういうものではないと思うんです。つまりその個々にあったその子の個性であり心理的特性まで踏まえて対応していかなきゃいけないことだと思うんですね。で特に生徒が自分自身が不利益を負っていると感じさせてしまっている教育の仕方というのはとてもまずいと思います。実は他の部員もこの対話と目撃していたというアンケート結果が出たんですね。はい、視察を受けまして、バスケットボール部員50人にアンケートをしています。12月27日のことになるんですが、それによりますと自殺前日の22日に男子生徒への体罰を見た、これ練習試合のことなんですけれども、50人中22人が見ているということですし、はい、そして22日以前ですね、そこにも男子生徒、これキャプテンですけれども、体罰を見たというのが38人ですね。さらにですね、18
身も体罰を受けたことがあるという生徒も21人いるということで、まあ、この結果からはやはり日常化、その体罰というのが日常化していたのではないかということが見て取れるのではないかと思います。だって他の生徒に対する体罰を見たら、はい、50人、48人、ほとんど全員ですよね、はい、一体どうしても学校がこの体罰というものに気がつかなかったのか、続いてこちらです。子供には申し訳ないですよ、親御さんにも申し訳ないですよ。これは完全に止めれましたよ。体罰を行っていたというバスケットボール部の顧問の教師、2011年9月にもひどい体罰が横行しているとの情報が市に寄せられていた。体格のいい男性教師が子どもたちに体罰を加えており、それを見て子どもたちの方までが伏せ上がり怯えてしまっているような状況である。この報告を受け体罰の実態を調査した学校が、しかしこの教につきましては昨年度にも体罰傾向があるのではとの情報が寄せられましたが、学校の調査では体罰はなかったとの報告を受けているところでございます。調査は各運動部の顧問からの聞き取りのみで、生徒には聞き取り調査は行っていなかったという。さらに通報があった同じ頃、男子バレーボール部の顧問の教師が体罰をしたとして停職3ヶ月の処分を受けている。教師の体罰状態下に橋本市長は、大阪市のやっぱりこの教育行政の中に体罰はあったんだと、 SOS を受け入れられるの SOS もね、子どもたちが SOS を引き入れることができなかったんだというような前提で、ちょっともう一度一からゼロからこれはもう出発をねしないと、とてもじゃないけどもこの子どもにね申し訳が効かないですよ。アメとは経営初の先進技術スマートアシストですね。はい、なぜ経営にこんな技術を、それは定年便だけじゃない、ダイヤチーム詳しくはウェブで、社会情報ウェブです。よくある、あの子ただの蛇口のままにしか見えないけど、浄水器になってみて、あれ浄水器、おお来た、今なら蛇口下取ります、美味しくなってるわ。蛇口一体型浄水器はカリグラフィー、それはアルファベットを美しく書く技術、必要な道具を簡単に触ってマガジンでの基本から学べます。趣味のカリグラフィーレッスン、創刊号はインクとペンで390円。バシャッと。ポンデリング生の感想は、すごいね、何これ、あなたはどう思う、ポンデリング生アビスタートーナアビステボールペン、した上で改善してほしいという通報が入ったということ
性のお宅からではない。あの匿名なのでわからないことではあるんですが、まあ、でも時期を考えると違うのではないかなという気もしますね。はい、そしてこれに対しまして大阪市が教育委員会に調査を指示しました。そして今度は教育委員会が校長に指示をしまして、校長は教職員に聞き取りをしたんですね。でその聞き取りの結果なんですが、12月の28日になりまして、教育委員会に対しまして校長が体罰は認められなかったという報告をしているんです。これ教職員に聞き取りしましたよね、はい、他も聞いてないんですか。そうなんです、ここが今回問題ではないかと思うんですが、実は生徒には聞き取りはしていない。先ほどアンケート結果を見ますと、あんだけ生徒は体罰を、まあ、認識しているにもかかわらず、生徒には聞き取り調査をしていなかったということです。さっきのもしアンケートもう一回出ますか。はい、宮本さん、さっきのアンケートをこの1年ちょっと前の通報でやっていたら、もしかしたら防げたかもしれないですね。状態化を見抜けてたわけですもんね。そもそもあの聞き取り調査が犯罪と位置づけると、被害者と加害者の、加害者からしか事情聴取をしてなくて、被害者の気持ちを全く踏んでない調査ですね、はい、意味がないです。学校の中だとやっぱりその生徒と先生と、先生が圧倒的に立場が上なんですよね。力関係、上下関係があるので、どうしてもなかなか生徒の気持ちというのは上に伝えにくいものだと思います。監督、やっぱりこの通報をどのぐらい重く見てたのかなっていう気もするんですよね。ですよね。だから僕はね、やっぱ全体大きい意味で言えば、今この国を覆っているのはオリンピックの問題も含めて、スポーツナショナリズムっていうのは非常に右傾化してるよね。なんかで、それと勝利至上主義、なんか勝たなきゃいけないっていうことだけど、このね、この子は学校のネクタイで死んでて、で一生も死ぬ覚悟ができたって言うんですよ。だからこの教諭が殴る時に何て言ったかが僕全然分かんないね。あとどういう理由で働いたかですよね。そう、その言葉によって彼はね、おそらく心も精神も人格を破壊だったんだと思う。プライドというかね。そう、プライド。それで僕死を選んだんだろうと思うんですね。でそこが出てこないんでね、だから何を調べてるのかなと思う。先生どう思われますか、僕の推論は。あの死を選ぶっていうのはよほどのことがない限り、死なんて普通選ぼうとは思わない。じゃあ、ビッタ一発で死選ぶバカいますか。それはありえないです。ありえないでしょ。そうすると何が分かるんですか。おそらく、そのなぜ叩かれたのか、そしてその時に何と言われて叩かれたのかですよね。はい、なんて言われたかっていうのはすごい重要ですよね。そしてもう言われることにその後何のフォローもなかったってことです。もしね、トップをこう厳しくしても後でね、一人呼んで、お前には辛かったけどお前を一番信用してるからなんだよとかね、キャプテンだから、なんかこう一言ね、言いたいことありますよ、ね、僕もそういう形で理由もなく先輩にビンと上がられて、その先輩が後でね、ハグしまして、で耳元で、あれちょっと頼んでるからお前代表だなったんだ、勘弁してくれって、もうそれ一発で消えましたよね。でその先輩がビンタされたのに異様に好きになったらしい、尊敬したよね。あ、こういうことでこういうやり方があるんだって。でそれも不条理だけど、正直な話だけど、そのなんか体育会系ってそういうことありますよね。ただやっぱりこの顧問っていうのはおそらく長年やっていて、自分なりの成果を上げてきた成功体験があって、キャプテンだからあのやっているんだよって、ある種の愛の無知というふうに誤解をしていた可能性もありますよね。ですからキャプテンの方は毎年毎年同じ生徒じゃなくて一人一人個性が違うわけですから、なんで自分だけだっていう思いの中でコミュニケーションがきちっと顧問とキャプテンの間で図られていなかったっていうことも一つの原因じゃないかと思いますけどね。あの名門って言われる学校に行きますと、その体育会とか、あの学校の正門のところに横断幕で、はい、今年はインターハイ出場とか、この子が3位になりましたっていうことがよく出てますけど、そういう学校の、部分としてすごく名誉なことだと思うんですね。その名誉の裏に、あの激しい運動量とその体罰を認めてしまっていた部分っていうのもあるのかなっていうのは、その生徒さんが亡くなったのが24日というクリスマスの時ですよね。
罪ですからね。そうです、確実な犯罪として捜査してほしいですね。学校の名誉のための体罰ってあったとしたら大変な問題ですよね。山本さん、どうもありがとうございました。はい、さあ続いては集まりです。ズーム、はい、こんにちは、今日のズームはこちらです。車への課税撤廃案、果たして我々の生活に本当にプラスなのでしょうか。10年以上の価値がデフレ、カードタッチ、実利使用的権利が取り組みだろう。昨日、日本経済再生本部の初会合が開かれました。事業規模総額20兆円の緊急経済対策の骨子を示し、経済再生に燃える悪装備。さらに自動車産業の4番バッターであります。取得税、重量税の対立、撤廃に向けてしっかりした議論を進めていただきたいと思います。なんと自動車の購入や維持にかかる税金のうち2つを分配するとの発言が。日本自動車工業会によると、車本体にかかる日本の税金は欧米に比べると圧倒的に高いのです。この負担を減らすことで購買意欲を回復させる狙いがあると見られています。自動車の販売業者は早くも関係ムード。ということですね、車に関しましては今後の販売につながっていく可能性は期待できますね。中古車販売でも業績アップに期待を寄せています。うちもの車検やってますので、そういった意味では非常にお客様の入国増えたと思って期待しております。それでは実際に税金はいくら安くなるのでしょうか。高級国産車で計算すると、こちらの国家もありますけれども、やはり今日はこちら 3600cc のメートルがございます。こちらになりますと、取得税で120万円、取得税で5万円でございますので、旅行で税金撤廃と聞くとお得感が漂いますが、果たして本当に素直に喜んでいいニュースなのか見ていきます。まあ、今回提案された2つの税の撤廃によってですね、まあ、新車中古車とこれから車を買う場合、この2つの税金が軽減されなくなることで大きな負担が軽減されます。そして今車を持っている場合でも、まあ、2年ごとに行わなくてはいけない車検で重量税が取られますから、これが撤廃されると車検の費用も軽減されると。ですから車を購入、そして維持にかかる費用が大きく軽減されるんですね。ただ例えばですね、そうですね、新車で国産中型車を買った場合ですと、この2つの税金が撤廃されるとおよそ10万円軽減されると、それだけ大きな効果ですから、車の販売促進が期待されるわけなんです。今回ですね、撤廃について言及した茂木大臣なんですが、自動車産業というのは日本経済の4番バッターだと、545万人の雇用、日本全体のその産業の1割を支えて、製造業の出荷額の2割を占めると、自動車の復活なくして日本経済の再生はない、かなり強く意気込んでいるんです。で、輸出で14兆円のその輸出額を生み出すとして、かなり大きな期待を寄せているんですね。ただじゃあ手放しに喜んでいいのかというと、そうではありません。税を取らないということは税収が減る、財源が減るということです。今回この2つの税を撤廃することによって、およそ9100億円の税収が減ると。そしてその代わりの財源はまだ未定だと。考えてないですか。まだ未定だということなんです。はい、ですから、まあ、税を取り締まったのを管轄する財務省はこの2つの撤廃は反対しているということなんですね。まあ、今回撤廃が言及されたこの2つの税金、その9100億円のおよそ半分が地方自治体の財源になっているんです。ですから地方自治体の財源を圧迫しかねない問題なんですね。ですから大桃さん、その、ね、税金撤廃によってしわ寄せが来てしまうと、それはそれ心配ですよね。そうですよね。地方もただでさえ今お金がないって言われている中で、この税収が減ってしまうってなると、もう私たちの生活の市民サービスへの影響が出てくるんじゃないかっていうのが考えられますよね。ね、これきちっと見ていかないと、財源が減るといっても、車が売れるようになればそれで
いわゆる自動車会社は収入が増えて、そこから法人税が入ってくるわけですね、国庫の収入が。さらには消費税という形で今度消費税を負担する。そうすると車の値段が安くなっても、その消費税分は買う人たちが払うということで、その消費税も国庫に入っていく。そうするとその差し引きのですね、本当にどれぐらいの財源があるのか、プラスなのかマイナスなのか、今きちっとその指数を出していないので、単純にこの財源が不足するというのは、まあ、財務省らしいですね、一つの言い分ですけど、もっと言えばですね、本来1974年から続けられてきたガソリン税の暫定税率、これは民主政権になって廃止すると言いまして、これ 2.6 兆円あるんですよ。消費税 1% 以上ですね。ですから、これを廃止することによって、本来は無駄な道路も作らなくしよう。でそこを、まあ、ある意味目をそらす形でこちらに今持ってきているという点も考えないと、 2.6 兆円と9100億円全然違いますからね。我々もしっかりこれから見極めていかなければいけない点ではあるんですが、経済ジャーナリストの須田さんはかなり厳しく見ています。税の撤廃はその分の財源とセットで語らなければならないと。これじゃ人気取りバラマと言われてもしょうがないと。さらに元経産省官僚の岸博之さんは、経済産業省が守りたい一部の業種を優遇しても景気は良くならないと。日本の景気を良くするためどの分野を強化すべきか、地方分権を含めて全体の議論をすべきと言っていますね。まあ、政権が動き出しましたから、我々もしっかり見極めていただければいけません。以上、それでした。続いては山本真也の人間一滴です。今年最初は映画監督の山田洋次さんです。はい、今回の人間一滴は、家族の在り方に悩む全ての人たちに捧げたいと思います。どうぞ。家族とはな、一言聞いたら何ですか。そうですね、まあ何気なもんなんでしょうね。映画監督山田洋次、1961年のデビューから一貫して家族の姿を描き続けて、代表作男はつらいよ、そこには渥美清演じる寅さんに振り回されながら温かく見守る家族の姿があった。そうよ、お兄ちゃんよ。なかなか。そして山田洋次81作目となる最新作は、現代の家族の在り方を世に出す東京家族。そのモチーフとなったのは、小津安二郎監督が60年前に手掛けた有能名作東京物語だ。思いとしては、60年前の世界をやりたいというか、世界からよいしょ、ありがとうございました。あの、価格は何ですか。